田大地さん、ぶっちゃける。パレスは最初拉致を、年俸の半額を提示してきた。最終的に同じくらいになったけど。かむ？クリパレは最初拉致をでの給料の半額を提示してきた。最終的に同額くらいになったけど、プレミアお金があるんじゃなかったの？金があることと金を払うことは別なんだ。これでも寝てて遅かったのか。ラツィオ破綻直後に500万ポンドでパレスって報道されてたから、その時からすでに同額もらえる手はずになってたんだ。契約遅れたのはバカンス優先してたからなんだ。ミランの件があったのに佃だけじゃなくカマも大概なんだな。カマチューブぶっちゃけすぎてて草なんだ。そもそも動画にするようなネタが少ないんでは。こんなので長続きするとは思えん。カマはメディア対応めんどいから自分発信で情報を世に出すって目的で始めてるから継続的な投稿はしないでしょ。まあ1年に1本とかそんなもんだろう。セリエが見た目より給料いいの知らんかったんだ。カマチューブは言いたいこと言ったら数年放置してパスワード忘れたとかありそうだけど、とりあえずラチオ編楽しみなんだ。カマダは正直テレビに出たくないって言ってるからな。サッカー選手やし、サッカーだけしときたいて。 YouTube はいろいろ勝手な憶測で語られんのが嫌だったからだろう。見てないけど。そのうちゲストに竹呼んで話弾んでぶっちゃけすぎてカマダだけ大量追放されそう。メディアを通さずに情報発信したいのはわかるけど、これから加入するクラブの年俸交渉の話とかぶっちゃけるべきじゃないだろう。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。